この動画は、前回の織田信長の補足、米返し、謝礼動画です。ですので、前作を見ていない方は、ポチッとなして、前回から見ていただければ嬉しいです。ハッピー、クリスマス。皆さん、こんにちは、霊夢だよ。今回は、前回の織田信長の補足と謝礼と米返しをしていこうと思っています。早速、ヨウムとマリサを呼びたいと思います。サンタクロースです。じゃあ、私はダライ・ラマなのです。あ、はい。早速、謝礼から始めるわよ。お前、慌てて織田信長の補足を作るんだぜ。うん。忘れた頃に炎上しちゃっても困るし、今回、補足を作ることによって、米返しを華麗にやってしまおうって考えたのよ。でも、正直、炎上しなくてよかったって心底思っているわ。まあ、無名のお前が織田信長、解説をしたところで、炎上する可能性は低いわけだぜ。そうね。ああ、神様。ニコニコでこれからも動画投稿できるようにしてくれて、本当にありがとうございました。じゃあ、早速、謝礼から始めるです。前回の織田信長、解説に11人も広告してくれた人がいたのです。リカルドさん、テンのシャンゼリオンさん、フリさん、P さん、もみじ姫の思いさん、ゆうやさん、007さん、センナさん、文鳥さん、天心さん、ヒロポンさん、超ありがとうございましたです。本当にありがとうございました。超サンキューなんだぜ。また、ヒロポンさん、信長よかったです。ベッキーか鍋島なおしげをお願いします。のコメ、本当にありがとうございました。リクもありがとうです。じゃあ、コメ返しをしていくのです。うぽつでち、うぽつ、うかう、うぷはやゆう、うぷありです。サンキューだぜ。また次回も、お前らのうぽつ、待っているだぜ。こりゃまた偉い大物にしたね。ニコニコとか信長とか炎上不可避だなわらわら。ついに開けてしまったか。うぷおつ。三英雄の一人を取り上げるたーやる気満々だね。うん。でも、年末のくっそ忙しい時にやってしまったから、後悔はないわ。私が無名なので、単純に炎上しなかったってことも考えられるけど。でも、これで、勇気をもらったから、大物も解説しちゃえるわ。信長も大物ではない。ナポレオンとかワシントンとか、立花同説の方が大物感ある。能力的には特級でも勢力的にはそうでもなかったからなんでね。私の中では、信長が一番の大物だったんだけど、やっぱり、アレキサンダー大王とか、チンギス、ハーンあたりが、良かったのかしら。HMIX ギャラリー様の楽曲、星の奇跡、をリクエストします。早速、使わせてもらったわ。どうかしら、合っているかしら、この曲、私、結構気に入ったわ。諸子は側室ですらない可能性があるけどな。侍女にお手つきとかで出産のパターン。そうでしたね。側室などって書けばよかったですね。土田、じゃないの。これについては、いろいろ調べたんですよ。で、調べた結果、土田御前って読む方が多かったので、土田、ではなく、土田、御前にしたわけです。大公軍記を書いていたんだけど、これが散逸して残ってなくて一部を本人が写本したものだけが残っている。救出コメ、本当にありがとうです。信長が兵を率いて駆けつけてくるのが予想以上に早かったから完全に経営が狂ったので降参した。ああ、ここでも救出コメ、本当にありがとうございました。信長は一回は許すんだよ一回はね。実力差がはっきり分かったのに懲りずに反落を企てたので愛想を尽かしたらしい。信行の子供たちは皆生かされて信行の長男が光秀の娘と結婚するんだったっけ。基本、身内には超甘い信長でしたが、弟の2回目の謀反には激怒したんでしょうね。柴勝さんは、ここで信行に愛想を尽かしたんですね。確かに、信行の嫡男、信澄には、明智光秀の娘が嫁いでいましたね。まあ、その信澄も、本能寺の変、後に、信孝の命令で、堺の町外れに教師とされたわけですね。どの奇襲もその後の歴史に大きな影響を与えたね。まあ、本当は、
襲ではなく正面衝突らしいが、諸説あるからね。まあ大将を大将直々部隊が倒すなんて奇襲だよ。傭兵的に桶狭間の戦いにはいろいろ謎が多いね。そうですね、桶狭間の戦いは今でもいろいろな説がありますよね。でもおっしゃる通り、大将直々にってのは奇襲だと思います。信長の動画なのに秀吉の逸話も出すんすね。これねー、なぜ斉藤家と大規模な戦をせずに勝てたのかってことを言いたかったんだけど、そのためには須のまた一夜城の話が必要で、これによって箕面山人衆の話が必要で、でそこを書くならってなっちゃったからねー。お前の構成力が低すぎるんだぜ。今後もっと頑張ります。毎回思ってたけど前説が謙虚すぎると思うの。もっと自信持っていいぞ。超ありがとうございますー。でもね、まだ投稿始めてから1ヶ月と3日。まだまだ、超初心者なのですー。信長は、岐阜、という中国風の発音が気に入ったとか。これは、初めまして、だったですー。教えてくれてありがとうございましたー。ちなみに、甘いもの好きでお菓子の方が喜んだらしい。コンペイトーやカステイラですかね。信長って、本当にお茶目さんですねー。家康もしんがりに残っていたというのは、さすがに俗説かねー。それは、俗説だと思うぜ。池田も明智も秀吉の部下なだけだぞ。当時の秀吉は実は結構な重臣。それは、知りませんでした。教えてくれてありがとうでした。信長は下戸だったからこれは後の創作らしい。後世の創作確定の逸話だけどね。私も、創作だったと思っているのです。でも、信長のドラマ見ると必ずって言っていいほど、このシーンが出てくるので、入れてしまったわけですー。騙し討ちや不意打ちをしたのはいつも一向宗側だったから、そりゃ怒るのも無理はない。一向宗は和議を結んでもすぐに他のところで一揆を起こすからその報復。この辺は信長の言うことも間違ってはいないんだよな。何も間違っていない。新井白石もそこら辺を踏まえて肯定的に評価してるしな。元来比叡山は朝廷との結びつきが強く天皇の諸旨とかを受け入れたりしてるからねー。ああ、ここでも救出コメ、ありがとうございましたー。信長包囲網を、もっと詳しく言いたかったわけですが、その時点で21分の尺だったので、バッサリカットしたのですー。救出コメ、本当にありがとうございました。徳川家康、これはミソ。信玄に超ビビった家康は、馬上で脱糞してしまう。浜松城について馬から降りた時に家臣の大久保忠世に発見され、からかわれてしまう。これに対して家康は、これは焼き味噌じゃ、と言い訳した話ですよねー。まあ、これは家康の俗説ですね。でも、米見た時は、笑いましたー。最近の学説では疑問視されてるがな。鉄砲三段打ちも否定的な意見があるね。ちょっと前まで信長の新戦法と言われていた三段打ちだけど、最近の学説の流れは早いね。鉄砲隊を三列に分けて打ち続けたのを三段打ちとされていますが、現在では馬防柵、空堀、鉄砲隊の三段打ち説が有力かな。確かに。救出コメ、ありがとうございますー。でも、織田信長って言うと、私は真っ先に三段打ちをイメージしてしまうのです。すごいドヤ顔してそう。すごいなう自ら入場料ってわらわら。信長はたまにお茶目なことをする。俺、チケット、手売りするし、わらわら。もう見せびらかせたくてたまらんかったんだろうなう。安土城は、信長の権威の象徴でしたしね。凝りに凝って作っちゃったから、見せびらかしたかったんでしょうね。やっぱり、ノブリン、大好きだわー。いつも素早く逃げていた信長がこの時逃げようとしなかったのが気になる。私も気になっているんですよねー。加藤博史さんの信長の棺、では、本能寺の地下には抜け道がたくさんあって、結局、抜け道から脱出しようとしたところ、秀吉に抜け道を塞がれたってことになっていましたよねー。私も、この説は有力ではないかって考えているのです。天正伊賀の乱は出てこなかったな。ごめんなさい。バッサリカットしてしまいましたー。
伊賀の乱を出したら、桃地三太夫らも出さなくちゃいけないわけです。そして、忍び、忍者、のことも言わなくてはならなかったのです。いつか、桃地三太夫らをやるときに解説したいって思ってます。なんとなくやったらやってしまった明智光秀。これには、くっそ笑ったんだぜ。自分で途中停止しつつ見ました。それは、本当にすまんかっただぜ。次回からは、もっと短い時間で仕上げてみせるだぜ。ごめんだぜ。尺はうつ主の好きにやったら良いと思います。救出米、三級なんだぜ。でも、さすがに33分は、長すぎたって思っているだぜ。重ね重ね、すまんかっただぜ。初めて聞く話もあって面白かった。なんかいろいろひどすぎるな。5人どころか、20年前の記録みたいだ。ひどいと思うならそっと補足しようず。なんか、そこまで歴史に興味のない人の信長像、みたいな感じだったねう。救出米、ありがとうなのです。なんか、すみませんでした。おつ。サンキューだぜ。次回のご来店心よりお待ちしております。だぜ。これで、米返しは終わったです。では、ここら辺で終わりにするわ。次回こそは、戦国時代から脱却したいわね。でも、主が一番得意なのは戦国時代なのよねー。一回、存在が今となっては疑問視されている聖徳太子でもやろうかしら。でも、年末のくっそ忙しい時に坂本龍馬をやるってのも、いいわね。あと、新選組とか、三谷幸喜さんの NHK 大河新選組を見てから、その辺も、だいぶ研究したのよね。沖田総司主演の地である今戸神社には、機械からチャリで行っちゃったしねー。じゃあ、改めまして。ご視聴ありがとうございました。カモーン、リクエストだぜ。ハッピー、クリスマス、なのですー。